石川県庁舎は石川県金沢市倉敷にある広域自治体である石川県の庁舎の総称。行政庁舎、警察本部庁舎、議会庁舎から構成される。1880年春工の石川県庁舎2代目、石川県庁舎2代目の石川県庁舎は1924年に国会議事堂の設計に携わった八橋県吉の設計による レンガ作りを施した3階建ての鉄筋コンクリート構造で第二次世界大戦の戦災を免れて長らく石川県のランドマークに位置づけられてきた。しかし、2代目庁舎が築70年以上が立ち老朽化が顕著になり、庁舎の移転構想が持ち上がるようになる。その後、1992年6月に県庁移転に関する基本構想特別委員会が設置され、 1993年4月に石川県庁に移転対策室が設置されることになる。1996年3月に石川県庁移転の基本構想がまとまり、1999年11月に金沢市南新保町に庁舎を着工することになった。新県庁舎の特徴は県民に広く開放されている点にある。敷地内に緑地帯を設けて、 庁舎閉庁日でも気軽に入りやすくしている。また、行政庁舎19階には展望ロビーと喫茶展望が設置され、金沢市内を全方向から見渡すことができる。エレベーター数11基、三菱製5基、東芝製5機、熊リフト製1基。ありがとうございます。